東山丸は、運輸省鉄道総局並びに、日本国有鉄道が、青函航路で運行した、車載客船である。戦災で壊滅した、青函連絡船の復興のため、当時の国鉄であった、運輸省鉄道総局が、GHQ の許可を得て建造した、車載客船4隻の第一線である。本線の同系線には、岐士西丸、真州丸、大雪丸があり、 これら4隻は、東山丸型と呼ばれた。1954年9月26日、東山丸台風による暴風と高波で転覆、沈没し、死者、行方不明者合わせて1155名という、日本海南史上かつてない東山丸事件を起こした、悲劇の船として、歴史に名を残すことになった。ここでは、終戦前後から、本線建造に至るまでの青函航路の概略に、 ついても記述する。特務官一般商船、多航路連絡船などを総動員、編集終戦1ヶ月前の1945年7月14.15、両日のアメリカ軍による空襲で、青函連絡船は12隻前線が稼働不能となった。このため、急遽7月17日から海軍特務艦で元日本郵船カラフト航路の再評価客船、 千とせを7月20日から同じく海軍特務官で元大阪商船流機有路加客船浮き等丸を就航させ7月23日からはたまたま函館選挙で定期検査修繕中の地泊連絡船アニワ丸を繰り上げ出場の上就航させたさらに7月25日からは大阪商船所有で全舶運営会運航の地と連絡船カラフト丸を 就航させ、運行継続を図った。また蒸気空襲で損傷し、函館選挙で修復中であった、車両都線第7聖函丸も7月25日から復帰させ、7月29日からは、第8聖函丸も復帰させ、車両構想再開に努めた。終戦直後、聖函航路には多くの引上げ者や福音者、徴用解除の帰京者、 朝鮮半島や中国大陸への帰還者、さらには食料を買い出しの人々も殺到し、貨物は減少したものの、当時、本州と北海道とを結ぶ代替ルートのない唯一の航路で農産物や石炭輸送の継続を迫られていた。終戦時稼働できたのは、上記2隻の車両と線と、カラフト丸だけで旅客設備未設置の 第8星艦丸にまで1,100名もの旅客を乗せることが状態となっていた。このような中、8月20日から、寒風連絡船慶福丸を、8月21日からは、フィリピンからの打ホ船で、船舶運営会の暁南丸を、8月24日からは、寒風航路の貨物船駅丸を、11月29日からは、地泊連絡船蔵谷丸を就航させたほか、多数の商船。 基本船、旧陸軍上陸要集艇などを要請して、この混乱期に対応した。なおこの時期9月から1946年2月までの一公開の平均乗船者数は2550名にも達していた。さらに、青函航路への開港中、1945年7月30日、京都府下宮津湾でアメリカ軍の空襲に遭い、 格差していた、寒府連絡船小慶丸を不要、修復し、1947年9月23日から、青函航路に断続的に就航させ、道徳樹丸も小慶丸と交互に除菌する形で、1948年3月4日から5月2日までと、1949年3月から8月にかけて除菌させていた。しかし、これら他航路からの転属船は、 貨車構想ができず、慢性的な貨物輸送力不足の解決にはならなかった。貨車構想能力の回復の遅れとデッキハウス線、編集線時下を生き延びた、たった2隻の車両と線も、1945年8月30日に、まず第7青函丸が、函館港北防波堤に衝突して、入居休行となり、同線が復帰した同年11月28日には、 第八星艦丸が青森第一岸壁で貨車積み込み作業中、ヒーリング操作不調でその場に鎮座してしまい、翌1946年1月1日、ようやく浮揚するという事故も発生した。この修復工事に際し、比較的容易に実施可能な旅客輸送力増強策として、1946年4月、船橋漁甲板の本来の甲板室の前後に、 定員535名の木造の旅客用、看板室を増設して、デッキハウス船と呼ばれる客はじめ車両と船とした上、同年5月21日より旅客扱いを開始した。一方、1945年10月9日には、戦時中より建造中であった、いわゆる、続行船の第11聖函丸が就航し、翌1946年5月15日には、 同じく第12聖函丸が就航した。同年7月23日には同じく石狩丸も就航したが、当初これら3隻は旅客設備のない車両都線として建造工事が行われていた。しかし、第11聖函丸では、就航1年後の1946年9月に他の2隻は建造中に、第8聖函丸同様、 早期の旅客輸送力増強を目指し、船橋路を甲板に定員300のよしかし、戦後春航の新造船は、就航と同時に新中軍専用船に指定されて、しまい、さらに1946年6月には、就航中並びに今後就航予定の全、デッキハウス船を新中軍専用船に指定するとの指令が出され、日本人向けの輸送力増強は進まなかった。 LST による貨車構想編集1945年12月24日には相次ぐ事故による貨車構想力の回復遅延に豪を煮やした新中軍は対応した LST3590 トンの車両甲板にレールを付設して車両都線として使用するように命じた。これは選手から貨車の積み下ろしをする方式で車両甲板選手団では一戦。 車両看板では参戦となる、船内配線で、連合軍が、ノルマンディ上陸作戦時に、イギリスの貨車をフランスへ構想するとき用いた、方法であった。早速、三菱重工横浜造船所で、改装工事が行われたが、建築物等が、線路に近づきすぎてはならない限界を示す。建築限界を無視した、軌道配置を取らざるを得ず、 さらに車両甲板に急勾配があるなど問題も多く小型無会社のトムとと限定で積載車両数はトム換算20両となった。函館側は有川第4岸壁の裏側の未完成の第5岸壁を LST 専用とし青森側は当初は空襲で可動橋使用不能となっていた青森第3岸壁を LST 専用として 1946年3月31日から2隻の LST が就航した。その後、1946年7月1日からは、青森川を夏止まり半島東側の小港の工事未完の車両都線岸壁の北側に急増した LST 専用三橋に移し、函館・小港間航路とした。なお、小港では、戦時中の石炭列車構想増のため、 1943年12月から、車両都線岸壁築造工事が進められていたが、終戦で工事は中断していた。しかしこの LST は、喫水が選手で2.65メートル、船尾で3.97メートルと浅いため、風に流されやすく、1947年1月27日には、902号が、平立海峡東岸、海崎沖で、座礁大破し、 以後稼働できず、同年8月20日には、船舶運営会に引き渡された。残る9021号はその後も稼働はしたが、片道8時間を要し、1日1往復しかできず、給油のため往復8日間もかけて横須賀まで行く、ありさまで、逼迫した、青函航路の球場にとっては焼け石に水であった。このため、戦後建造の W 型、 H 型車両都線の連続就行を目前に控えた1948年2月には運行終了となり、同年2月26日にアメリカ軍に返還された GHQ による車載客船建造許可、編集戦時中から建造中であった車両都線第12世間丸、石狩丸を含む、いわゆる続行線の竣工号を睨み、日本政府が GHQ に出していた大量の心臓線建造申請は1946年1月ことごとく却下された。しかし、このような青函航路の貨車構想能力不足は北海道に駐留するアメリカ軍自身の物資輸送にも支障をきたすところとなり、1946年7月、当時の国鉄であった運輸省鉄道総局は GHQ から、 青函航路用に車載客船4隻、車両都船4隻、計8隻という大量の連絡船建造の許可を取り付けることに成功した。東山るは青函航路の車載客船第一船として、早くも1946年9月17日、三菱重工神戸造船所で寄港されたが、銅造船所にとっても本船は戦後初めて寄港する商船であった。 翌1947年2月には突然、車載客船4隻の建造許可取り消し命令が出されるなど、気の変わりやすい GHQ の方針に翻弄されながらも、戦争で破壊された施設で十分な資材もない、厳しい造船事情の中、極めて逼迫した、青函航路の早急な輸送力回復のためと、GHQ による新たな損害が起きないうちの進行を目指し、 建造は急ピッチで進められた。当夜丸型車載客船4席の建造は、かつて商法丸型を建造した浦賀選挙も候補に上がったが、建造体制が整わず辞退し、結局3席を三菱重工神戸造船所が、1席を浦賀選挙が建造することとなった。なお、浦賀選挙では、同時期、この他に、戦時中から連続建造してきた。 W 型戦時標準線の平時仕様の車両と線2隻の建造も行い、三菱重工横浜造船所では、H 型戦時標準線の平時仕様の車両と線2隻の建造が行われた。なお、設計段階では、本船もデッキハウス船同様、春工後は新中軍専用船に指定される懸念もあり、当時のアメリカ軍高級商工は、 寝台社に調理室を設けてホテル代わりとし、北海道を含む日本国内各地を旅行していたため、これに対応できる、要、貨車構想力不足のこの時期に、あえて貨車積載数を犠牲にしてまで、工述するような寝台社構想を重視した設計となった。GHQ が元船を日本人用にすると発表したのは、着工直前であった。こうして、 待望の真新しい東山丸は戦後初の大型客船として人々の祝福を受け、1947年11月21日、青函航路に就航した。激しく混雑する列車を降り、真新しい連絡船に乗り換えた乗客たちは、急湯設備の整った洗面台で顔を洗い、整備された明るい船内でくつろぐことができた。 戦後混乱期の最中にあった国鉄において一足、馬役、東夜丸型各船は、快適な旅のサービスを提供したのである。鉄道車両積載のため、喫水線上約1.9メートルの位置に、前後に全通する車両甲板を持ち、その中央部を甲板に層分吹き抜け構造の車両格納所とし、車両格納所線尾端は、車両積み下ろしのための線路一線幅、 乾板二層分の高さの開口となったが、戦尾扉の装備はなかった。車両乾板下には、第二乾板と船底の線層。車両乾板両舷側中二階には、下部遊歩乾板。車両乾板天井部には、上部遊歩乾板を持ち、その上に三層の乾板室を設けた七層構造であった。この基本構造は、1924年に建造された。 商法を丸型に準じたものであったが、設計期間短縮のため、船体形状を決める、船体線図には、戦時中広釜航路へ、投入予定で設計された、H 型戦時標準船石狩丸の線図を、進路安定性向上のため、船首船底のカットオフを減らす修正を加えて、採用し、また二重艇を採用するなど平時仕様で建造された。 水泉魔城113.2メートルは W 型船、H 型船と同一で、小砲丸型に比べ、全長が約9メートル延長され118.7メートルとなり、総トン数も3400トン級から3800トン級へと大型化した。なお、船体重量軽減のため、船体肋骨の間隔は W 型。 H 型の 68cm から 76cm に伸ばされていた。新造時の旅客定員は1等44名、2等255名、3等633名、計932名と、昇法丸型と同等であった。同時期建造の W 型、H 型車両都線も、平時仕様に改良されていたとはいえ、外観的には、 戦時標準戦そのままであったのに対し、当や丸型では、乾板室の外観や内装だけでなく、補機類の大幅な交流電化など、当時としては相当の新規軸導入が図られていた。羅針船橋、編集最上層は相田室屋根に相当する羅針船橋で、船体中心線上に磁気コンパスが設置されていたほか、単焦灯や無線方位測定器のアンテナなどが、 設置されていた。航海船橋、編集ら新船橋の下が航海船橋で、その最前部に、船体全幅から、さらに両翼が玄外へ約1メートル張り出した、操舵室が設置され、操舵室内の船体中心線上には、木製ダリンの裏が式水圧式、テレモーターが立ち、左舷側にエンジンテレグラフ、ドッキングテレグラフ、ステアリングテレグラフが、右舷側に海図台が配置され、 新造時は、レーダーやジャイロコンパスの装備はなかった。また、操舵室前面は、第三生艦丸のように円弧状に丸く張り出した、形に戻った。この甲板には操舵室以外の甲板室はなく、操舵室後方は、前後約12.5メートル、幅約11メートルの露天甲板となっており、その中央部、船体中心線上に、全部マストが若干後傾して建てられていたが、 W 型 H 型のような3本足トラスではなく、柱1本の通常型であった。探偵看板、編集探偵看板には、屋上が蒸気の公開船橋となる、小規模な看板室があり、この前面も、直上の操打室前面からの続きで、前方がインコ状に丸く張り出しており、さらにその前側に、両弦をつなぐ、屋根付きガラス窓付きの U 歩ォローが設けられたため、 その幅約1.2メートルが操打室前面より円弧状のまま前方に張り出した。このため操打室が探偵看板室前面より1.2メートル交代して設置された外観となった。この看板室には、船長室、看板部、機関部、通信部の高級船員居室と浴室、トイレ、洗面所が設けられたほか、看板室の左限船尾側には、 無線通信室が配置された。この看板室の後方には、別棟の小さな看板室があり、内部は、左弦が非常用発電機室、右弦が電動送風機室となっていた。煙突は4本あり、探偵看板両弦側よりに、片弦2本ずつ、いずれも太い煙突が若干後傾して立ち上がっていた。各煙突の外側4箇所と、4本の煙突に囲まれた。 中央部に1箇所、煙突群の後方にも3箇所の電動送風機室が設置されていた。探偵看板両弦側には、格言5席ずつ救命艇が喧嘩されていたが、煙突があるため、格言、煙突の前に1席、煙突の間に1席、煙突の後ろに3席で、両弦で10席となり、右弦際全部のみ、発動機付きであった。 救命艇の喧嘩列の戦士側両面側には、当夜の電飾表示もあった。後方の船体中心線上には、通常型の一本柱の後部マストが、やはり後継して立ち、最後部には、積載車両の積み下ろし作業を目視しながら、ヒーリングポンプの遠隔操作ができる、箱型の後部操縦室が設置されていた。上部 UFO 看板、編集車両看板天井に相当するのが、 上部遊歩看板で、最前部は露天の選手軽戦作業場となっており、その中央には、曜病機が設置されていた。当時の生函連絡船は、入港時には必ず無限怒りを投病して、岸壁直前でのブレーキと右旋回の視点とし、出港時は、これを曜病することで選手の右回答力を得て、選手を右方向へ牽引する補助機線の負担を減らしていた。 その容病器を駆動するのが 80kW 間、線形光流誘導電動機で、容病器の回転軸とは直角の前後方向に回転軸を向け、容病器後ろ側の船体中心線上に設置されていた。容病器には秒差を巻き上げる軸とは別に、これと平行な回転軸があり、この左右両端に糸巻き型のはピングドラムがつき、着眼時には眼壁とつないだ。 軽戦策を途中カンパンの滑車であるフェアリーダーで方向を変え、ここに巻き付け、敵にスリップさせつつ巻き込みながら、船体を岸壁に寄せていた。また、陽病器から船体中心線上を選手方向へ伸びるシャフトが設置され、その先端には回転軸が垂直の糸巻き型のキャプスタンも設置されていた。これらの後方には、下の船員室へ通じる階段室、 倉庫、電動送風機室が一体となった小さな看板室があった。上部遊歩看板は、これら選手形成作業場以外の部分は主たる看板室で閉められ、看板室にはその全周にわたる遊歩道が設けられ、そのうち前方と両側面の選手側約8メートル以外は、側面は開放されていた。前方の遊歩道外壁には一層上の 探偵看板同様ガラス窓が設けられ、その外壁面は、探偵看板ユーフォロー全面外壁と、同一面で連なっていた。ユーフォロー内側の看板室最前部両側の角部屋2室は1段、寝台2人部屋の一等特別室で、特に左限側は、トイレ、浴室を付属する豪華な部屋で、特1号室と、通称された。しかし、 これら特別室の外側には窓付き遊歩ーがあるため、室内からの外部展望は必ずしも良好ではなかった。その後ろ、2本の廊下が平行に後方へ伸び、その外側に5室ずつ、計10室の2段寝台4人部屋の1等船室が並び、2本の廊下に挟まれた内側には、1等旅客共用のトイレ、洗面所、浴室、船舶救仕控室があった。 2本の廊下が終わると、そこは両弦にわたる広々とした一等で入り口広間でソファーが置かれていた。その左限線微速壁面には、木彫りレリーフの装飾が施されていた。この装飾のある壁面の後ろ側には、看板室幅の左限側半分以上を占める1.2等食堂があり、食堂の右限側を通る前後方向の通路圏用の1.2等喫煙室との、 仕切りにはガラス格子が用いられた。ただ、口術の煙時と三等船室からの脱出用階段がこの食堂と喫煙室の外壁面に設けられたため、原則窓を十分に設置できなかった。喫煙室後方の通路右辺側には、事務長室と主席事務係室が配置され、通路はさらに線尾方向へ続いていたが、ここから後方は二等区画となった。 通路左舷側の食堂の後方には配膳室が隣接し、その後方は定員30名の開放に男子台の二頭寝台室で通路を挟んだ、右舷側にはトイレ、洗面所、案内所が置かれ、その後方には両舷にわたる二頭出入り口広間が続いた。その後方は左舷に、婦人用、右舷に、男子用トイレ、洗面所があり、その間の通路を通り抜けると、 定員194名の絨毯時期の二等雑居室に達した。商法丸型では上下線時の雑踏を喫煙室や通路で対応していたが、本線並びに同型線では一等と二等それぞれに出入り口広間が設置された。なお、上部遊歩看板は一等潜出区画以外は最上階のため前方の一等出入り口広間から食堂、喫煙室、通路、 二頭で入り口広間、二頭座居室に至るまで、随所に天窓を設けて、自然光採光が図られた。株有保看板、編集株有保看板は、車両看板両弦の中に階相当で、小方丸型では幅約2.4メートルと狭く、原則面の大部分は開放状態で、左限のみ三頭旅客が利用できたが、東野丸型では三頭旅客優遇のため、この幅を、 約3.2メートルに拡大し、原則を外反で囲い、大型の窓を多数設け、両弦とも三等船室とした。左弦には三等出入り口、三等食堂、三等椅子席を、右弦には三等椅子席を設置した。一席は三人掛け向かい合わせのボックスシートで、船体内側に配置され、窓側は通路となった。なお三等椅子席は、 すでに新中軍専用船となっていたデッキハウス船で導入済みであった。右舷の三刀船出化のため、商法を丸型で同書にあった機関部高級船員居室は探偵看板へ移した。また、車両格納所が濃い壁前方には、両舷をつなぐ三島旅客用通路が設けられ、その選手側には、看板部員居室と高級船員食堂、看板部員食堂などが配置された。 なお、GHQ には可能な限り大型船との印象を与えないよう、株 UFO 甲板両源船尾には、トン開口としての扉を設置し、相ン数への加算を回避した。車両甲板、編集株 UFO 甲板拡幅により、車両格納所の幅は8.4メートルと狭くなり、船内軌道は、小砲丸型の3線から2線に減った。この2線は、 戦尾端近くで合流して、船体中心線上の一線だけとなった。このため、積載車両積み下ろしの時、陸上側から車両甲板戦尾端に従来通り稼働橋をかけるが、稼働橋上の軌道三線のうち、中央の線のみ線内軌道と接続された。この線内軌道配線は、戦尾端で三線、中線がすぐ分岐して、 車両甲板の大部分の区間で4線となる W 型、H 型車両都線の線内軌道の中央部の2線、関連部のみ付接した形であったが、選手部では、選出確保のため、W 型、H 型に比べ、軌道長は、それぞれ約6メートルずつ短かった。新造時の軌道有効長と、和ムカ三車両積載数は、下限の船一番線では81メートル、重量。 右舷の船2番線では61メートル8両の計18両とされ、小砲丸型より7両減であった。しかし、車両甲板線微端から車両格納所全壁までは93.5メートルもあり、船1番線の軌道全長も90メートル以上あったため、早くも1951年9月施行の規定では、船1番線90メートル11両、 船2番線63メートル8両の計19両となっていた。また、寝台車構想のため、車両看板車両格納所囲い壁に、機頭式の簡易ホームが客車扉位置に設置され、車両看板車両格納所選手部の両側には、車両格納所側から出入りできる、高層客車両格用のトイレ、洗面所も設置されていた。下部 UFO 看板直下となる、 車両甲板原則部分は、車両格納所とは、隔壁で隔てられた、線室区画で、左舷には三等トイレ、洗面所、厨房とそれに隣接する配膳室が設置され、一層上の下部、有保甲板左舷の三等食堂の配膳室、二層上の上部有保甲板左舷の1.2等食堂の配膳室とは、内部階段でつながっていた。右には三等トイレ、洗面所、 事務係居室等が配置され、選手部は、船員食堂厨房、機関部員食堂、機関部員居住区に充てられた。車両甲板船尾露天部の両原は、船尾計線作業場となっており、各原限1台ずつ、計2台の電動キャップスタンが設置されていた。第2甲板、編集車両甲板下の船体は、船体船図流用元のエッジ型船同様、 8枚の水密隔壁で、選手側から、選手タンク、秒差庫、第1戦争、第2戦争、第3戦争、ボイラー室、機械室、車軸室、戦備タンク9区画に分けられていた。このうち、第1戦争の第2看板は、戦客係と、調理員の居住区に当てられ、第二戦争の第2看板と、 第三戦争の第二甲板にはそれぞれ畳敷きの三島雑居室を設け、全部三島雑居室、中部三島雑居室と呼称された。機関室後方の車軸室、第二甲板にも同様に三島雑居室を設け、後部三島雑居室と呼称された。なお W 型船、H 型船同様、第三戦争両限にはヒーリングタンクが置かれたが、 船内軌道2000のため片減160.7トンと、小容量となり、タンク長部を第2甲板の高さに収め、中部三3等雑居室を両原側まで広げることができた。しかし、この床下の戦争部分には7 0ットカゴ型交流誘導電動機、駆動渦巻きポンプ仕様のヒーリング装置が設置され、ポンプ室とされたが、 後ろ隣のボイラー室との間の隔壁に沿って、その一部が車両間パンカまで吹き抜け構造となり、その囲い壁のため、中部三頭3棟雑居室は、線尾側の壁が四角く突出したこの地型平面となった。3頭線室が下部 UFO カパンにも新設されたとはいえ、主力愛前車両間パンカのこの3つの雑居室であった。中部三頭3棟雑居室の下のポンプ室から、 後ろ隣のボイラー室、その後ろの機械室、さらにその後ろの車軸室、これら4区画の間の3枚の水密隔壁には、第2甲板の一層下の戦争レベルの高さで、通り抜けできる、よう、水密スベトが設置された。これらの水密スベトは通常は開放されており、船体損傷等で浸水した場合、浸水が区画へ拡大しないよう閉鎖された。 これらの開閉には、車両甲板左減の水密すべこ動力室に、設置された3馬力交流電動機による交流電動機直接駆動方式が用いられた。その動力伝達方法は、電動機の回転出力がまず、ウォームギアで減速され、電動機駆動時のみ、接続状態となる、マグネットクラッチ、駆動軸回転方向変更時はしばらく空転して、 起動時の過負荷を防止する過負荷防止継手を経て、回転ロッドで動力室外へ出た後、自在継手や傘歯車で方向を変えながら、船内を進み、水密すべこに達し、すべこ表面の上下に水平方向に取り付けられた2畳のラックギアを駆動して、すべこを開閉するものであった。これら水密すべとは、操打室からの電動一括開閉、各動力室からの電動開閉と、 手動開閉、すべこ現場での電動開閉と手動開閉が可能であった。船内には重系統のサーモタンク方式の換気、暖房装置が設置されていた。これは、電動送風機室のサーモタンクへ取り入れた外気を、電動送風機でダクトを通して、すべての客室と船員室へ送風換気するもので、寒冷時は外気を、サーモタンク内の蒸気加熱器、 蒸気加湿器で、加温加湿して送風し、外気温マイナス摂取温度でも、室温摂取22度湿度55%に調整できた。従来の生還連絡船同様、石炭滝ボイラーに蒸気タービン2台2軸で、ボイラー蒸気圧 16kg、平方センチメートル、温度摂取330度の犬居燃室、円管6管となり、内5管仕様で、 通常の運行が可能な設計であった。ボイラーからの煙時は、第一生艦丸以来の車両と先導容量源に振り分けたが、車両格納所が2000と狭いため、上部有保乾板の乾板室壁内に収まっていた。終戦後の粗悪端仕様を考慮し、沿道を太くしたこともあり、2列に並ぶ4本の煙突はわずかに後ろへ傾斜し、大きく立派なものとなったが、 風圧面積を増加させる結果となった。タービンは平時型で、高低圧タービン2等式、低格出力2250軸馬力の三菱、神戸式一段原則歯車付け衝動反動タービン2台を搭載し、更新馬力は、その60%余りで、前進時は、プロペラは互いに外転した。火は W 型。 H 型同様一枚火事であったが、上部構造物増加で、風の影響を受けやすくなったため、1949年には、火事の根元の線尾船底船体中心線上に、ベントラル品を付加するとともに、火事面積を13%増大する工事を受けた。船内交流電化・編集鉄道省は1936年建造の、ン府連絡船混合丸で日本初の船内、 電力交流化を行うとともに、大胆な線内電化も行っていた。青函航路でも1939年建造の車両都線第3青函丸以降は、今後丸と同じ参照、交流 60Hz225V を採用してはいたが、重要な補給類の動力には依然蒸気が扱われていた。本線ではこれら補給類の交流電化も積極的に進め、今後丸で、 すでに採用されていた交流電動油圧式相打機が静観連絡線として初めて採用された。これは7 5キロワットカゴ型交流誘導電動機で回転方向、回転数とも一定ながら突出量も突出方向も無段階に調節できるアキシャルプランジャ式可変突出量型油圧ポンプ1台を駆動し、その油圧でシリンダーを駆動して、 舵を動かす仕組みであった。ソーダは W 型船、H 型船と同様、操舵室に設置された裏貸式、テレモーターのダリンを回すことで、テレモーター軌動等で水圧を発生させ、その水圧を細い水圧管で延々と、線尾車両間パンカの操舵機室まで伝え、操舵機室のテレモーター受動灯を動かし、その力で油圧ポンプの軽点角を操作して、 作動油を左右のシリンダーに注入したり、吸引したりしで、火事を動かした。また記述の通り国鉄連絡船としては初めて、電動式ヒーリングポンプが採用されたほか、各種ポンプ類にも交流電動機が用いられた。また、その特性上、交流電動機には不向きとされ、今後丸では、電動発電機を介して、直流電動機を回すワードレオナード方式を、 採用していた。軽戦機械にも、羽車。室内の作動油量を調節して、スリップ量をコントロールできる。シンクレア流体継手を交流電動機出力軸に介することで、陽病機やキャプスタンの交流電化を実現した。この方式は、従来の起動式に比べ、操作は容易ではあったが、低速回転に限度があり、また、その時、十分なトルクが得られないなどの問題点も指摘された。このほか。 中房、配膳室には、交流電源の電気冷蔵庫、電気レンジや、皿洗い機も導入された。これらの電源確保のため、機械室には、蒸気タービン駆動の出力500区場という、大型発電機が2台装備され、さらに探偵甲板には、圧縮空気軌道65馬力ディーゼルエンジン駆動、50区場非常用発電機も設置されたが、自動軌道ではなかった。船体は、 H 型船の船体線図で建造されたため、見る方向により、選手不良限外班の車両甲板高さのナックルラインが気にはなるが、甲板室前面は丸みを帯び、その最上層にも同様の丸みを持つ操舵室が約1.2メートル交代して設置され、その後ろに2列に並ぶ4本の大きな煙突は、わずかに後ろへ傾き、原則に連なる大きな角窓と、 株優補乾板まで下げた白と黒の塗り分け線が、実際よりも乾板質を大きく見せ、堂々たる大型客船の印象を与えた。なお、後述のスケージャップナンバー,アー表示廃止後は、前側煙突外側のファンネルマークの下に、鮮明イニシャルの2が表示された。試運転最大速力は1 7 4 5ノットで、小法丸の16.95ノットを若干、上回ってはいたが、 青森函館間の所要時間は、1944年4月からの商法丸型とほぼ同様の、降り4時間30分、上り4時間40分とし、1日に往復の運行が可能であった。なお、航海速力は、商法丸型と、第3代重聖艦丸は15.5ノットとされて、いたが、東夜丸を含む戦後巡航の同等速力の船は14.5ノットとされた。 当山丸就航直前の1947年10月の青函航路では、戦時中就航の W 型車両と線第6、青函丸、第7青函丸、第8青函丸の3隻はいずれも、客はじめ車両と線化工事完了しており、日本人旅客の乗船は許されていた。しかし、戦後就航の第11青函丸、第12青函丸、石狩丸の3隻も、 客はじめ車両と戦火されていたが、当時新中軍専用船に指定されており、日本人旅客の乗船は許されなかった。また、LSTQ021 が一石、有川小港間航路で、貨車構想を行っていた。一方、車両構想できない船は、客船系福丸、同系の小系丸、客貨船僧侶丸のほか元来は貨物船ながら、 終戦直後から戦争を客室に改装して、旅客輸送を行った、行き丸も就航中で、これら11隻で15往復運航していた。1947年11月21日の、東山丸就航から、翌1948年11月27日の、大雪丸就航までの1年間で、GHQ の許可を得て建造された8隻前線が、順次就航し、 一気に車載客船4席、客はじめ車両と船6席、車両と船4席の14席体制となった。この間、客家双方の輸送力の段階的な増強に伴い、1948年2月26日には、運行効率不良の LST9021 を返却して、LST 貨車構想を終了。同年六月五日には、駅丸を広島鉄道局へ転属させ、 同年10月10日には、途中特寿丸と交代しながら除菌した小慶丸も、除菌解除とした。しかし、事故や故障による遅延や休行は多く、1948年10月からも15、往復のままとし翌1949年も3月から8月まで特寿丸による除菌があり、慶福丸も、 同年7月30日の就航まで、宗谷丸も1950年10月13日の有川での軽船まで運航された。このような中、大雪丸就航直後の1948年12月16日から、後日の新中軍専用列車の新大社構想とは、別に、余席があれば、日本人も乗車可能内等新大社4月末までは、 特別信頼者と故障構想が開始された。また、経済復興のため取られた、いわゆる傾斜生産方式による石炭輸送需要の増加と、貨車構想能力回復により、1948年度の貨物輸送量は、前年比137%、さらに1949年度は、同年3月発表のドッジラインによる、デフレ不況にもかかわらず、まだ回復しない、 海運貨物輸送を尻目に前年比152%の350万トンに達し、戦時中1943年度の364万トンに迫った。このため、臨時便増発で対応し、1949年12月から旅客便5往復、貨物便13往復の計18往復設定となった。一方旅客輸送は、1948年度は、 前年比109%の206万人に達したが、1949年度は上期ドッジラインの影響もあり、前年割れ87%の175万人に止まり、以後2年間は低迷を続けた。1951年5月からは、たびたび出現する不流期来への警戒のため、しばしば夜間運行中止となったが、1953年9月、 以後は18往復に戻された。しかし、この不流嫌来のため、1951年5月18日から、新大社構想は中止されてしまった。それでも、貨物輸送量は1951年度には440万トンと、戦時中1944年度の385万トンを上回り、旅客輸送人員も1953年には215万人と、 戦時中1943年の210万人を上回った。1947年12月12日、津軽海峡は、西高東底の気圧配置で、前日より強い西風を伴う、猛吹雪が続き、当日は、新中軍専用のデッキハウス船石狩丸が、上り線2 0 2便として11時19分出港し、難航していた以外は、全線運航見合わせ中で、 箱館青森とも多数の旅客と貨車が滞留していた。このため、東山るは無線法移測定期と音響測進儀機関に異常のないことを確認の上、遅れ8便として15時35分箱館台に岸壁より岸守海峡に出て、地方位南民14度西に進路を取った。しかし、吹雪で視界は効かず、波が、 開けた窓から操舵室内まで打ち込む状態で、箱立からの工程17階り付近で、平立海峡への進路を決めるため、平立灯台のすぐ北にある、石崎無線標識所からの電波の方位を測定したところで、無線方位測定器が海水を被る使用不能となった。このため、音響促進儀で、水深測定して、繊維を割り出そうとしたが、これも故障して使用できず、 さらに両日と大間の羅針局に無線方位測定を依頼したが、この無線も通じず、ここに明確な繊維を測定する手段を失ってしまった。このため18時42分、皇帝35里地点で、平立海峡への盲目状態での侵入は危険と判断し、北西やや西へ転進、1時間構想後北東に転進し19時52分、 前方やや右に大間崎灯台を短時間確認、20時50分北西に転身し、21時38分、カット市三崎灯台をかすかに視認できたため、再び、平立海峡へ向かうこととし、南西に転身した。しかし天候悪化のため22時には再度断念し、北東へ転身し22時53分、函館湾港と推定される地点に闘病した。 しかし、病作離脱市町から水深120メートルと予想外に深く、函館湾に到達していないことが判明したため、吹雪の晴れ間に北北西に進み、翌13日3時25分に函館湾内で病白し、天候がやや回復した朝8時に抜病し、青森へ向かった。1954年夏、戦後の全国巡航の仕上げとして、北海道を訪れた。 昭和天皇のお召し船となってからわずか1ヶ月余り後の9月26日、東山丸は朝の6時30分、3便として青森第一岸壁を出港し、11時5分、函館第一岸壁に5分遅れで到着した。そのまま停泊し、折り返し4便として14時40分、出港予定であった。この停泊中の11時30分、函館海洋気象台から、 台風接近による暴風警報が発令された。東山ル入港と入れ替わるように、函館有川第3岸壁を10時55分、62便として出港した車両都線を島丸は函館山を交わし、海峡に出た途端強い東風を受け、激しい横揺れに見舞われ、12時40分頃には船長自ら両船に向け難航中の無線電話をするほどであった。 函館有川第四岸壁を七分走発の十二時三十八分、出港した五十四便、デッキハウス線、第六聖艦丸は、この無線電話を聞き結構を決断、航行を出たところで引き返し、防波堤内に病泊した。東山丸の1便となる、函館第二岸壁十三時二十分発、千二百二便、デッキハウス線、第十一聖艦丸も出港後、お島丸から打電された、 気象情報を受け、13時53分、全都航校困難と判断し、穴間岬沖から引き返し、14時48分、函館第二岸壁へ着岸した。この1202便では、占領時代から札幌発東京行の新中軍専用列車1202、列車の一等寝台車と荷物車の構想を行っていたが、1951年5月9日の、 津軽海峡への不流機雷流入以来、新大社構想は中止されていた。この1202列車を含む新中軍専用列車は、サンフランシスコ講和条約が発行した1952年4月28日に、先立つ4月1日から、特殊列車と故障変更され、日本人の乗車も許されるようになっていた。この時新大社構想も再開され、この日も一等新大社、 マイネフ38ごと荷物車、マニ3216を積載していた。当時、W 型や H 型のデッキハウス線や車両都線より、東や丸型車載客船の方が単行性能に優れ、全車が出港見合わせでも、後車は運行されることがあり、この時もそのようなケースであった。第1岸壁の東や丸は戻ってきた第11聖岩丸から、 アメリカ軍関係者57名と日本人119名の乗客を移乗させた後、15時ごろ出港のため、乗船タラップを上げたが、動船からの荷物車積み込み中とのことで、すぐには出港できなかった。しかし、これ以上出港が遅れると、台風が来るまでに、道の区案内へ逃げ込めなくなるため、これ以上の車両積み込みを拒否し、15時10分か同居を上げようとした。 しかし、ちょうどその時停電中で、稼働橋は上がらず、出港の機会を石、そのまま、天候圏悪出港見合わせとなった。停電はわずか2分間であったが、出港見合わせの決定は取り消されず、その後、引き続き信頼者の積み込みが行われた。この頃、函館港内では雨混じりの20メートルの突風が吹いていた。NHK ラジオは16時のニュースで、 箱館海洋気象台発表の台風情報として、台風15号は15時現在、青森市西方約100キロ、北41度、東経139.5度の日本海海上にあって、中心気圧968ミリバール、以前毎日110キロくらいで北東に進行中、17時頃、大島半島を通って、今夜北海道を通過するものと思われますと、放送した。そして、 函館では17時頃から急に風が弱まり、晴れ間も出てきた。それを誰もが台風の目と信じた。17時40分、船長は18時30分施行と決定した。18時にはすでに晴れ間は去り、空は暗くなっていたが、風はそれほどでもなかった。しかし、その後、風は急に強くなり、函館第二岸壁では着岸岸壁の秋町のため、 2時間以上、防波堤外で待機していた1201便、石狩丸が強くなった、南南西の風にこうして、補助機線5隻に押され、かろうじて18時40分着岸完了した。ほぼこれと入れ違いに、東山丸は遅れ4便として、約4時間遅れの18時39分函館大、一岸壁を離岸した、しかし高校通過直前から40メートルもの強風を受け始めたため、 全都の高校は困難と考え、19時1分、函館港西防波、津見誠方位300度0.85海りの防波堤外に、両原怒りリ闘をして、下白、両原主機械を運転して、船首を風上に向け、怒りごと流される装病を防いで船員の維持に努めた。その後も、風は一向に収まらず、波は、さらに高くなり、 19時30分頃から大きな縦揺れによって車両甲板線尾海後部から海水をすくい込むようになり徐々に車両甲板上に海水が滞留していった。機械室では20時5分頃より左限後部逃げ出口からこの車両甲板に滞留した海水の流入が始まり、その後左限全部逃げ出口、全部後部の空気口、右限出入り口からの流入へと拡大した。 この頃、船は左舷への5、6度の固定傾斜を中心に、最大30度程度の横揺れをしており、21時頃には、この左舷への固定傾斜は、ヒーリングポンプ操作で一時水平に服したが、ほどなく左舷傾斜に戻ってしまった。21時頃には流入して、船底、同じ頃、左舷主機械にも異常振動をありたちに停止させたが、 原因不明のまま5分後線維持のため再起動させた。21時40分頃船体は左舷に20度ほど傾斜し、21時50分頃には、左舷複水機循環水、中気量ポンプの駆動電動機がビル時に浸かり短絡して停止、これによって左舷主機械が停止してしまった。22時頃から船体の傾きは右舷側に変わり、22時5分には、 右舷複水機循環水ポンプ駆動電動機もビル時に、疲れ停止し、右舷式機械も停止してしまった。ボイラー室でも20時15分頃から、左舷後部逃げ出口周辺からの浸水が始まり、続いて、右舷後部逃げ出口からも浸水があった。20時25分頃船体が左舷に傾斜した時、左舷側の4.6号間の石炭取り出し口から、石炭が海水とともに、 流出、続いて、右舷傾斜時には、右舷側の3.5号間の石炭取り出し口からも、同様の流出があり、22時5分の、両原子機械停止時には、焚き火可能なボイラーは、1.2号間のみで、右舷発電機運転継続のため、この二間の蒸気圧を保持し、機関部全員は退避した。しかし、残留蒸気圧で運転中の右舷発電機の、ほどなくの停止は必死なため、 二等機関士らは探偵甲板に上がり、非常用ディーゼル発電機の起動を試みた。しかし船体傾斜による燃料輸入か不良もあり、結局起動することはできなかった。遠山丸は左限主機械停止の頃から水力不足もあり、創病の度を早め、両限主機械停止により完全に操船不能となり、主として左限側から風浪を受け、右限への傾斜を増していった。 両原主機械停止の方は、直ちに運行しりあて打電され、乗客に対しては、機関故障のため航行不能となり、七重浜に座礁する胸の船内放送があり、救命同衣着用の指示も出された。右原への傾斜はさらに増大して40度にも達し、右原は上部遊歩甲板外苑まで水没したため、上部遊歩甲板の階段折り口、 ハブユーホーカンパン原則角窓の破れたガラス窓から海水型量に侵入し、階段を伝って車両カンパンカ3等船室へと流れ込み始めたちょうど、その頃、22時26分頃であるが、右舷船尾船底に軽い衝撃を受けた。場所は、函館港第3防射定等柱より、新方位267度8ケーブル、陸岸からは1100メートルの地点で、直ちに、 22時26分座礁セルと運行しれあてた電子、乗客向け船内放送も行われた。しかしこの地点の水深は、海図上12.4メートルで、喫水4.9メートルの東山丸の座礁には、深すぎた。測定による衝撃はその後も数回繰り返され、船体の右原形者も増し、船首は風圧で、さらに右原へ圧流され、船体は、 陸岸と平行になり、左側面から風呂を受ける形となった。22時39分、SOS 東山る箱館公外聖塔より267度8ケーブルの地点に座礁セリトダデン。この時の船体傾斜は、右弦約45度で、この直後に停電し、22時41分、本線500キロサイクルにて、SOS よろしくの通信を最後に連絡は途絶えた。 22時43分ごろ、右側へ横転沈没し、その後の波で、船体はさらに傾斜角度を増し、約135度の角度で、船体上部を水深約10メートルの海底に複没させ、左限船底ビルジキールを海面上に露出した状態となった。なお、転覆直前に積載車両の横転と、左限秒差の切断があった。沈没地点は、 箱館港西防波堤東大新方位337度2500メートル陸岸からは700メートルの地点であった。浮養され港へ移行された東山るこの遭難により旅客1041名乗組員73名その他41名の計百155名が死亡または行方不明となり旅客110名乗組員38名 その他11名の計159名が救助された。不養作業は1955年8月25日、完了したが、損傷は甚はだしく、復旧を断念し解体された。なお、沈没当時の総トン数は、下部遊歩甲板原トン開口閉鎖その他で、4337.40トンに増加しており、旅客定員も1231名と、大幅に増加していた。 1891年から1954年の64年間で、北海道西方海域を北上した台風は14個あり、この打ちつる海峡西方で急激に速度を落とし、かつ発達して、中心気圧を下げたのは、この東山ル台風だけという得意な台風であった。事故から2年後の1956年12月、気象庁発表の 昭和29年台風第15号報告によれば、1954年9月26日、太平洋側の温暖前線の北上に伴い、その北側の津軽海峡に先行した二次的な温暖前線が発生し、13時頃顕著になって北上し、北海道南部に強い東風を吹かせた、とのことで、この頃、台風は、 佐渡島の北西150キロ付近にあって、函館からは300キロも離れており、同日昼の62便、お島丸南港は、この温暖前線通過によるものであったと判明した。またその頃、台風の南側から南南西に伸びていた寒冷前線は、半時計回りに台風の東側へ回り込みながら、台風の進行に伴って、東北地方を通進し、16時頃には、 その一部が前期の元からあった太平洋側の温暖前線に追いつき、閉塞前線となって17時頃には函館に達した。この閉塞前線通過時、それまでの東風は弱まり、晴れ間も現れ、その後南の強風に変わった。これが函館で見られた偽りの台風の目の正体であった。しかし当時日本海には観測点はなく、 日本海に出た台風の情報は推測に基づくしかなかった。16時に放送された15時の台風中心の推定位置は実際より東へ100キロもずれ、速度も毎時110キロとされ、そのまま進めば台風の中心は17時頃、函館を通過しても不思議ではなかった。この情報を聞き、17時頃、函館であの晴れ間を実際に見た人々は、 これを台風の目と信じた。しかし、この時、本物の台風は、函館西方100キロの日本海海上にあり、函館はまさに台風の危険範囲内であった。その上、進行速度も15時には、毎時40キロに減速しており、函館は長時間にわたり、危険範囲内に止まることになった。その上、中心気圧も15時の960ミリバールから、 21時には956ミリバールへとさらに発達していた。これら東山る台風の得意な振る舞いや追伴する前線の発生などからさらに後年の研究では東山る台風は9月26日15時から18時までには温帯低気圧化していたと推定されている。函館湾は函館高校から見て右側が 青函トンネルの北海道側高校に近い矢越市、三崎付近を見通す、新方位217度の線、左側が道トンネル、青森側高校近くのタッピザを見通す205度の線の間、この南西方向へのわずか12度の回度で、日本海に向け直接開いている。台風は、この函館湾の開港方向線の約100キロ西を平行に進行したため、 箱館湾には台風による強い南西風が吹き込み、日本海から津軽海峡に至る、その長い吹き走距離と、連吹き時間により生じた異常な高波が箱館湾を直撃した。東山丸はその強風と高波を交わすため、箱館湾に描白した。こうすれば選手は風上を向き、横波を受けて横転する危険は避けられる。さらに怒りごと流される装病を防ぐため、 両原の主機械を運転して、繊維を維持した。この体勢を取れば、風下川の船尾開口部から、車両甲板上に海水が大量に侵入することは、ない、と、それまでの経験から、当時の関係者は考えていた。しかし、東野の函館湾の高波は、波高6メートル、波周期9秒、波長は約120メートルと推定され、 東山ルの水線長115.5メートルより、わずかに長かった。このような条件下では、前方から来た波に船首が持ち上げられた時、下がった船尾は、波の谷間の向こう側の斜面、つまり、その前に通り過ぎた波の斜面に深く突っ込んでしまい、その勢いで海水が、車両甲板船尾の一段低くなったエプロン状に、まくれ込んで車両甲板に流入。 船尾が上がると、その海水は、船首方向へ流れ込み、次に船尾が下がっても、この海水は前回と同様のメカニズムで船尾から、流入する海水と衝突して流出できず、やがて車両甲板上に海水が滞留してしまうことが、事故後の模型実験で判明した。そして、波周期が9秒より短くても長くても、車両甲板への海水流入量は、急激に少なくなること。 波周期が9秒でも、波高4メートル未満であれば、海水流入のないことも判明した。東山丸のような船内軌道2線の車載客船では、車両格納所の幅が車両乾板幅の約半分と狭く、車両乾板船尾開口部から大量の海水が流入しても、その大流量は250トンとも360トンとも言われるが、車両乾板両舷側が潜出のため、 自由水が減速まで移動できず、この程度の対流量では転覆することはない、とされた。しかし、東山丸は石炭滝上気船で、石炭積み込み口など、車両甲板から機関室への開口部が多数あり、これらの閉鎖は、不完全で、滞流した海水が機関室へ流れ込み、式海停止に至って、操船不能となり、装病もあって、船首を風上に向けることができなくなった。 食定に関する模型実験も行われた。七重浜を模した遠浅で海底が平坦な試験水槽を用い、当時の遠山る以上に大量の浸水で傾き、復元力を乏しくした状態の遠山る模型を強風と高波で横向きに陸岸方向へ漂流させた。船体は陸側に傾いたまま、水自体も陸岸方向へ流れる磯波の山に乗って浅い場所に運ばれるが、 その途中、船体は徐々に波の山から遅れ、水自体は沖へ流れる波の谷へ移る。しかし、波の谷は山より水面の高さが低く、船体は沖へ流されながら測定してしまう。このため測定時には陸側に傾いた船の傾斜を立て直す方向に力が働き、次の波の山で再び浮き上がって陸岸方向へ運ばれ、 波の谷で起きへ少し戻されながら測定する。この現象を何回か繰り返しているうちに、船体は浅い場所に安定した姿勢で座礁する可能性の高いことが判明した。しかし海底にデコボコがある場合や、船体が秒砂等で拘束されている場合は、転覆の危険性が高まることも指摘された。 1948年から1956年までの日本船の乗り上げ海難事故では船底が岩礁に乗り上げての一点指示による転覆例や積み荷が移動して不安定になった例以外はすべて安全に座礁できていた。生還した遠山ルの二等運転士、三等運転士も測定した当初はこれで沈没は免れたと思ったと語っているほどである。実際、 東山る台風の当日、名古屋から室蘭へ向け航行中であった貨物船第六新勢丸は台風避難のため9月26日10時より函館湾の後に東山るが病白する位置より約600メートル南西沖に病白していた。しかし20時10分頃から急速に遭病し東山るを追い越して20時37分に七重浜沖数10メートルにうげうげ 約10度の傾きで座礁し、以後安定した姿勢で鎮座でき、同日深夜には流れ着いた20名の東野丸からの、遭難者の救助も行っている。東野丸が流されて測定した場所は、海図上、水深12.4メートルで、喫水4.9メートルの東野丸が測定するには、深すぎた。しかし、東野の七重浜沖の海底は、台風の大波でかき回され、 舞い上がった海底の砂である氷砂が、七重浜沖1000メートル付近に、水深5メートル程度の浅瀬を作っていた。この時、東山るはすでに右舷に大きく傾斜していたが、蒸気実験より、海底が平坦であれば、食定自体は、右舷傾斜を立て直す方向に働いたはずで、右舷傾斜が増大するには、波の山に乗って、陸岸方向へ流されている途中に食堤し、 無限船底の揺れ雨の鋼鉄製のヒレであるビルジキールが海底に引っかかる必要があり、それには海底の凸凹も必要であった。水槽実験でも水槽の底に毛布のようなものを緩ませておくと稀にビルジキールが引っかかり横転していた。この稀にしか起きない無限ビルジキールが氷砂の浅瀬に引っかかったままの状態で左限から大波を受け続けた場合でも、 通常は右辺へ90度を横転するだけであった。水深5メートルの浅瀬での横転であれば、幅15.85メートルの塔や丸なら、船体右側1、3が、海面下に没するだけである。しかし、風雲はさらに続いた。この浅瀬の陸側は10メートルの深みで、横転だけでは済まず、ここへ転がり落ちてしまい、その角度135度と、 ほとんど真っ逆さまの状態で沈没してしまった。後日扶養された、東野丸では、右玄ビルジキールの全脱落が確認されている。しかし後の海南審判の採決では、測定後の転覆の原因は、浸水による復元力喪失によるものとされ、国鉄側が主張した蒸気のビルジキール引っかかり説は、帰り見られなかった。なお、積載車両の転倒は、船が、 かなりの大角度に傾斜してから転倒し始めており、転覆の原因とはなっていない。まさに風雲の連鎖による大事故であったが、この台風により、道や函館湾では、東山丸以外にも4隻の車両都線が沈没した。ことの重大さに鑑み、運輸省は1954年10月に、学識経験者による造船技術審議会、船舶安全部会、連絡船臨時分科会を、 国鉄総裁は同年11月にやはり学識経験者による青函連絡船設計委員会を設置した。これらの審議会では5隻の青函連絡船の沈没原因とその対策等が審議検討され、答申書が出された。その答申内容に沿って、急遽補充の新造船だけでなく、沈没を免れた在来船や、不要を修復された復元船においても、 車両甲板上に大量の海水が侵入するような悪条件下でも復元性が確保され、機関室の水密性も維持されて、推進機器類が容易に無力化されないよう対策が施され、その後の国鉄連絡船の安全規範の原点となった。各船の対策の詳細は、W 型船への対策、H 型船への対策、日高丸への対策、大雪丸への対策、 陽帝丸への対策、檜山丸型への対策、戸和田丸への対策の確保を参照のこと。廃線後、総トン数100トン以上の日本のすべての商船の廃線、運航、増収等一切が GHQ 管理下に置かれることになり、その実施機関である日本商船管理局スケージャップの指令により、1945年12月15日から、 スケージャップナンバーという管理識別番号が付与され、船体側面にこれを表示することが義務付けられた。青函連絡船においても、スケージャップナンバーが表示され、東山丸型では、東山丸、岸岸丸、大雪丸では、側面中央部株部有保管ンク窓上の白地に黒で、マシュー丸は塗り分け線直下の黒地に白で表示されて、いたが、全期間にわたり、 上記位置に表示されていたかどうかは不明である。なお、この表示は1952年4月28日のサンフランシスココ和ア条約発行まで続けられた。各船のスケージャップナンバーは、下記の通りなお、貨車構造を行ったアメリカ軍太陽の LST9021、902にもスケージャップナンバーであった。東山ル型を S 型と呼ぶこともあるが、これは同時期に建造された。 W 型、H 型車両都線と区別するため、便宜上 S 型と呼んだのが始まりで、東夜丸型の設計の基本となった商法丸初歩、丸の S に由来した。ありがとうございます。